はい、おはろう、フリチと申します。織田の将6長篠の戦い使いたいですがねえな。信長様の御意のままでね、あと2つこれ含めたら3つだね。ありゃりゃ、光秀来とんか。確か陣振りに名前はなかったはずじゃが。そりゃ呼ばれぬ戦に来たくもなるさ。集めも集めたり三千丁の鉄砲。信長はむごい男よ。その鉄砲の披露のため飢え苦しむ長篠城の味方に梅雨明けまで延兵なしだ。そうまでして鉄砲の力を見せつけることに天下に暴しく信長の世の真骨頂があるわけだ。その天下不武のお披露目の戦、なんであの男がじっと預けを我慢できようものか。お主はどうなのだ、サルメンカジャ。わしの忠義も光秀に負けやせん。グズばかりよな。自分の運命の面倒も見ようとせん、グズばかりよ。よいしょって。武器に変わりはないよな。千古愚伝。敗北は小沢の誰、奥平誰だよ。なんでそこにいんだよ、お前死ねえよ。勝手に死んどけ、マジで遠いんだよ。玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を三組に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで簡単ない攻撃が可能となります。いかにせんか。は、一番隊構え。撃て。撃て。撃つのです。撃て、新しき世信長様の世を切り開くのです。ああ雪村もか。やらせません。目の前にもね、信長公の首ただ一つ。雪村一人では危ない。おマジか、いきなりかや。いきなり優秀な賞なくすけどいいんだ。うわあとお前だけだな。武田に過ぎたるものは真田だな。武田も救う道を選ぶ。終わった。奥平どうしよう、マジ。ああ間違えた。乗るボタンと間違えた。うわあ、どうし。せめて死んでくれ、ちょっとぐらい。お情けでも頼むよ。明け中なんであそこに戻った。この戦の目的は上か。武田殲滅と迫りくる騎馬隊ことごとく誇れ。武田を震撼させ、長篠城の攻撃。こいつ殺せば士気なんて下がる。帰ろうじゃ武将を。え、どこから？あれか。幻想を抱いて死に、武田を地獄へ雨降らす。あ、敵か。きついよ。今更言うなって。あいつらを、あ、引き連れていけばいいのね。よし、行った。行った、あいつら。結構食らったし、こっち。下に下がれば、誰？鳥、鳥イエモン？どれ？
あれか。おいち。どれが取り入れよう。一応守んないといけないでしょ、そういうのは。あ、何やって。知らねえ。はいはい。はいよ。おい、ドライブ、地獄のドライブしようぜ。あけちばっか、お前。何や、お前。命令を聞けばかやろ。お前が言い出したことだぞ、これは。はいはい。かかってこいよ。信長だぞ。地獄へご案内するぞ。はいはい、この橋渡ってみろ、死ぬぞ、お前、ほら。この橋怖いよ。うわぁ。しまった。うわぁ。うわぁ。うわぁ。上がれない。よっしゃ。あいつ、馬防柵うまく越えていったんだけど。危ない危ない。打ち死に。落ちてる。同様ね。打ち死にしてくれてよ。いった。あ、このザクか。びっくりした。待っててね。いけるいける、全然良いです。今向かいます。こうやってさ、あの武将ごとに能力ってあないか。消されたか。いった。またあいつ、俺3回食らってんだけど。いって、マジかよ。あ、勝つ。あ、長い。あ、いやいやいや、止めてるよ今。もう勝つよ、落ちろ。邪魔でしょうがねえ。はい。邪魔だな。いってこいつか。打ち死にした。よし、終わった。馬が増えていくぞ。大丈夫。ほとんど死んでんじゃん君。まあ分かったよ。今やってます。よし、終わっていい。人材不足だな。遠いわ。ああ、高坂正純討ち死にした。敵に捕らえてんじゃん。厳しい状況だな。助けたじゃん。行けや。よっしゃい。三枝さん、和田さん。無名すぎる。いった。はいはい。熱い相方で。これモン守備隊が多いな。和田さんを自陣した。かわいそうに。ああ、三枝もか。おお。よし。あ、もうこれも武田に運命はないね。明智やっと倒したの？俺クソ待ってたんだけど。え、ね、あのこの真ん中のやつも開けたいな。ないか。家康いたんだ。落ち死に。
あとは、そういないな。あ、あんなとこから。任せよ。ゴミガス山砦では流しの情報員の要。急ぎ取り返さねば。開門。トリガスメトリ。より様、逃げくだされ。しんがりは我らが務めます。もうマジか。モグッサ。マサトよ、信康、信玄公の元で会おう。ああ、突撃地かな。まあ邪魔だな、そして、はい。今何する？どういう感じで？奥ダイヤ。成政くん、一人で頑張るね。山形と、で、ここに馬場さんがいるんじゃない？あ、上か。まだやってんのね。抗うほどにその勇気。よし。信長の手中。信長流の岩だ。無用よ。よっしゃい。うま。ですが、これも信長様のため。西取りで落とせ。長篠城の包囲。これで瓦解。そう。落ちた。よし落ちた。西取りだ。あれね。いらね。いいらね。あとはまだもう開かないのか。開いてないの。開いてないっぽいな。どうした？え？くのいちいいんじゃん。なんであいつ動かないし。なんであいつ動かないんだよ。わ、明智くんバクったわ。あ、動いた動いた。守備頭いいの？戦国最強の武田軍団がことごとく戦海に戻り。やべやべやべ、急げい。すごい特攻だ。何が取った今。アイテム使おう。次本能寺かな？じゃないわ。ん？終わった終わった。武田の運命、ここに着く。